民衆連合党は、2016年に、労働会約阻止非正規職撤廃労働者党、農民党と佐治党が連合して結成された大韓民国の進歩派政党。票庫は99、99%の希望。2016年2月13日、ソウルにて、労働会約阻止非正規職撤廃労働者党代表で、全民主労働総事務局長のカンスンチョル 農民党代表で、前,前、全農議長の育安ク、土佐寺党代表で前理科総学生会会長のソンソルによって、ヘル朝鮮を覆す99%の希望を掲げ、民衆政治連合の名称で、決闘準備委員会が結成された。民衆政治連合は、3党が代表するとする労働者、農民、青年を主軸にするとした。また、第二十代総選挙において、 僕国政権の審判と政権交代を目指すとし、進歩勢力の団結も訴えた。2016年2月27日には正式な決闘大会を開き、透名を民衆連合党とした。また、当日開催された大韓民国民衆、総決起集会のデモに党として参加した。決闘後初の総選挙である第20代総選挙では、 地域区で56の候補者を擁立したが、全員落選、比例区でも0.61%に止まり、議席を獲得することができなかった。2017年10月15日、新民衆政党と合同市民衆党となった。民衆連合党を決闘する際、全新政党は解散はせずに、民衆連合党の内部政党となる形で、残ったので、 党の内部に党があるという組織形態をとっている。これはギリシャの急進左レ連合を模したとも言われる。現在存在する内部政党は以下の通り、ありがとうございます。